センシュズ・フェールとは、アメリカ合衆国ニュージャージー州、リジウッドにて結成された、ポストハードコアバンドである。2002年、バディ・ニールセンがインターネットサイトでメンバーの募集を行い、ニュージャージー州、リジウッドにて結成。その後も、積極的なライブ活動を行ううちに知名度を獲得していき、大手インディーズレーベルのドライブ、スルーレコーズとの契約を結ぶことに成功。 そして2003年4月にファースト EP フロムザ・デプス・オブ・ドリーム s でデビューを飾る。同 EP はメジャープロモーションなしにもかかわらず全米で16万7000枚売り上げるなどいきなりトップバンドの仲間入りを果たす。2004年9月7日ファーストアルバムレッド・イット・イン・ホールド・ユーをリリース。ビルボードアルバムチャートにて34位を記録する。2006年10月10日 セカンドアルバム、スティールサーチングをリリース。ビルボードアルバムチャートにて15位を記録する。2008年10月7日、サードアルバム、ライフイズノット、エイウェイティングルームをリリース。ビルボードアルバムチャートにて18位を記録する。2010年10月25日、ホースアルバム、ザ・ファイアをリリースした。ビルボードアルバムチャートにて32位を記録する。 2013年3月26日、フィフスアルバム、レナサーをリリース。ありがとうございます。